特徴的な正面入り口のひさし。ライシーアム劇場は、ブロードウェイシアターと称される劇場の一つで、ニューヨーク市マンハッタン区のミッドタウンで、タイムズスクエアに近い7番街と6番街の間、西45条目149番地に位置している。1903年に開場したライシーアム劇場は、ハドソン劇場、ニュー、アムステルダム劇場と共に、ブロードウェイに残る。 最も古い部類の三劇場の一つである。ライシーアム劇場はニューヨークにおいて最も古い時期から継続して運営されている合法的な劇場であり、ブロードウェイの劇場として初めて1974年に歴史的ランドマークとしての認定を受けた。ニューヨークの劇場で会場当初からの名称のまま運営され続けている数少ない事例の一つである。 建築事務所、ハーツタラントが、ボザール様式で設計した、ライシーアーム劇場は、インプレサリオダニエル・フローマンが以前に所有しており、1902年に閉場した4番街の旧ライシーアーム劇場に代わるものとして建設した。この新しいライシーアーム劇場は、1903年に、開場し、コケラオ都市では、ザプラウド・プリンスが上演された。フローマンの弟チャールズ・フローマンは、 死去する1915年まで、この劇場の支配人を務めた。初期のライシーアム劇場で舞台に上がった有名な演者たちの中には、エセエルバリモア、ファニー・ブライス、ビリー・バーク、アイナ・クレア、ミリアム・ホープキンス、ウォルター・ヒューストン、ベージル・ラスボーン、コーネリア・オーティス・スキナーラがいた。ライシーアム劇場は、凝った作りの大理石の階段や、正面入り口の波状の日差しなど、 建設当初からのオリジナルのボザール様式の設計を残している。劇場部分は3層からなっているが、客席は922席しかなく、席数から見れば、ブロードウェイの劇場の中でも小規模な部類の劇場の一つである。舞台前の一等席の真上の位置にはアパートメントが置かれており、元々はフローマンが使用していたが、現在はシューバートアーカイブスの本部が置かれている。 ありがとうございます。